法政大学が販売するオリジナルクラッチバッグのロゴ部分。法政大学のスクールカラーであるオレンジとネイビーのもの。このように大学で発売するものにはスクールカラーをイメージして作成されるものが多い。立命館アジア太平洋大学で販売されるオリジナルクラッチバッグ。クラッチバッグとは片紐の付いていない小型のハンドバッグのこと。 トートバッグなど大きいハンドバッグの中に入れて持ち運ぶこともあるため、セカンドバッグとも呼ぶ。持ち手が付いていないので抱え込んだり握り込むようにして持つ。アクセサリー的な意味も含めて女性が持つことが多いが、これは女性の冷蔵にはポケットが付いていないことがほとんどのため、最低限の化粧品やハンカチなどを入れて携帯する。 1990年代から日本でビジネスマンがクラッチバッグを傾向することが流行し、お笑いコンビ、アンタッチャブルの山崎広島りはビジネスマンを表現する小道具としてクラッチバッグを傾向している。一部の大学生の間においてはビニールでできた袋のこともクラッチバッグと呼んでいる。教科書や筆記用具を入れ、二つ折りにして抱え込むように持って使う。 大学名などがスクールカラー地に印刷されたものがオリジナルグッズとして売店や大学生協で販売されており関東を中心に普及している価格は500円から600円ほどのものが多い地方によって違いがあることも含め現代において大学の文化の一つとなっている大学生のクラッチバッグは昭和55年から今日まで 大和通商有限会社が作成し、全国の大学で販売され、認識度も高く、メディアとしての広告効果が確立されている。ありがとうございます。